の曲踊るよさこい愛日本と言いますが、こちらの方は震災、ね、東北の震災があった後にみんなで元気よく絆を深めていこうということでこの曲が作られました。私たち今度のゴールデンウィークなんですけども、岩手県の陸前高田市に甲子園の桜祭りのお祭りの方で私たち岩手まで踊りに行ってきます。それで先日うちのチームでフリーマーケットをしました。そちらの方現金の方6万円ほど集まりました。目標額10万円とさせてもらって、のを立てて目標を立てて今、イベント等で募金箱を用意してありますので、皆さん見てるお客様気持ちでいいの、いいですので募金の方よろしくお願いしたいと思います。さあみんなの絆を深めて3曲目元気よく踊っていきます。踊るよさこい愛日本カメ。愛日本you
こちらの方、震災後に作られた人と人の絆を深めるため の、 曲ということで作られた曲です。とってもいい歌詞なんです、ね、皆さんもし私たちまたイベントがありますので、その時は必ず踊って人と人の絆を深めていこうと思ってます、ね、1部の方はこの3曲で終わりとなります。2部の方が1時40分からまたこちらの方でまた違う曲を3曲踊らさせていただきますので、皆さん売店等でご休憩の方してまたこちらの方に戻ってきてください。気をつけて、はい、ちょっと狭くて旗の方が大きく振れませんでしたので、休憩の間に旗の方こちらの方で振らせていただきますので、もしよかったら旗の方も応援してください。はい、じゃあ踊り子の方一回終わりにします。